あのリスニングで難しいのって何ですかね、うん、やっぱりその日本語とまずそもそも全然違うってことですよね、まあ、当たり前なんですけれども、はいね、はい、例えばチェケラーってよく言うじゃないですか。チェケラーチェケラーチェケラーみたいな。武田塾チャンネル。武田塾チェラミス本高校社長の太田です。厚木高校社長清水です。太田先生、はい、まあ、令和になって、はい、入試というかもう学習指導要領っていうもの自体がだいぶガラッと変わる方向になっています。そうなんですか。はい、あ、私はあのちゃんとした教育学部を一応出てますけども、あ、まあ、そうですね、はい、そうですね。で、教育学部で、まあ、その学習指導要領ってめちゃくちゃよく、まあ、その授業とかにトピック使うんですけど、やっぱりその2021年以降の改革っていうところで、まあ、やった内容になってるのか、どういう感じに入試が変わっていくのかっていうところで、まあ、不安に思っている受験生も多いんじゃないかなと。受験相談でも結構、まあ、高校2年生以下ですかねの人たちは結構不安になって勉強してるところはあると思うんですけど、本日はですね、リスニングに関する質問が来ております。はい、本日の質問です。英語のリスニングはどうやって勉強すればいいでしょうか。めっちゃこれ以上ない単純な質問ですねざっくりしてますね。ざっくりしてますね。まあ、まずはあれですよね、あの教科別勉強法にリスニングがあると思うんで、うん、まあ、そこはまず見てほしいなっていうところで、基本的な、まあ、今まででも武田塾チャンネルで話してきている内容で言うと、まずはそのシャドーイングで基礎体力を作っていって、まあ、リスニングの参考書で、センターレベルとかだったらツボとかをやってもらうっていうのが基本ではあるんですけど、もうちょっと突っ込みましょうか。はい、はい、どうすればいいですかね、リスニングの勉強は。まあ、単純に目的としては聞けるようになることが目的なので、それを達成するための勉強をするということですね、うん、まずは話されていることが聞けるようになること、うん、そのための手段として勉強をしていく必要があると思うんですね、はい、そのための手段としては、まあ、聞いたことを自分で正確に発音して進めていく、うん、シャドーイングなんかは適してますよね、うん、はい、はい、これ僕すごい指導して思うのが、はい、単語の意味知ってるけど読めないっていう生徒もめっちゃ多いですか。あ、多いですね。今のツタみたいな読み方をしてくる生徒さん結構いるんですけど、うん、まあ、確かにリーディングしかなかったら正直正確な発音できなくても、まあ、読めますよね、点取れますよね、まあ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 、なんですけどリスニングって自分が読めない単語って聞き取れないんですよ。聞き取れるわけないですね。そうですよね。なのでまずはそのリスニングでしっかり聞き取ろうと思ったら、その単語本当に自分は正確に発音できるのかっていうのを確認してみてほしいですね、うん、まあ、単語単位とかだったら Google とかでも発音できるようになってるはずなんで、うん、そういうので調べてもらってもいいですし、まあ、まとめてってなってくるとやっぱシャドーイングのリスニング音源をしっかり聞いて、まあ、変なとこがないかっていうのを確認しっかりしていくところですかね。そうですね、うん、リスニングで難しいのって何ですかね、うん、やっぱりその日本語とまずそもそも全然違うってことですよね、まあ、当たり前なんですけれども、はい、ね、はい、例えばチェケラーってよく言うじゃないですか。チェケラーチェケラーチェケラーみたいな、はい、あれチェック、イット、アウトですからね、はい、確認してっていう意味のチェケラなんですけれども、はい、ね、どうやったらチェケラになったって話ですよねただちゃんと法則があって、はい、チェックとイットとアウトが全て連結された形になっていると。チェックとイットの K と I がくっつく、はい、で、イットの T とアウトの O がくっつく、うん、で、it っていうのはその代名詞だからその弱く発音される傾向があって、後ろの it と out の子音っていうのは基本的にほとんど聞かれない形で発音される、うん、全部まとめてチェケラになるわけですよね。そうです、いわゆる流暢な発音というか、はい、だからところが、まあ、どういうところが弱く読まれて強く読まれるのかみたいなのを意識というかは、そういう発音になっちゃうよっていうことを意識して聞かないと、そうそうそう、うん、中学生が音読してるみたいな形になっちゃうと聞き取れないよ ね、 ね、はい、だからチェックイットアウトだって覚えてる子がチェケラって言われたらは何言ってなっちゃうわけなんで、はい、そういうちゃんと正しい発音の仕方を覚えましょうっていうのがやっぱ一番の課題ですね、はい、ちょっと取り留めもないことになってしまったんですけれども、まあ、まずまとめると、はい、まずは英語を正確に聞き取れるようになるっていうのを目的とするためにシャドーイングをやったり、読めない単語っていうのをなくしたり、そういう地道な作業をしていったりするといいと思います。はい、はい、この辺を意識して、まあ、参考書とかで勉強していってほしいかなと思います、はい、本日の質問は以上です。武田塾チャンネル公開収録を行います。日程は6月の9日、場所は東京渋谷、武田塾渋谷校で開催予定です。詳細は概要欄および告知動画の方をご覧になってください。公開生収録で僕らと握手、みんな来てね。